まあ、収録配信という形になったんですけど、やっぱりみんな全員が出演する方も、見る方も一番安心して楽しめる形だったから一番良かったんじゃないかなと思います。皆さんに元気が届けられるように今日は力いっぱい演奏したいと思います。よろしくお願いします。